みなさんこんばんは。こんばんは。第45回美容師名鑑 TV 始まりました。はい、静かですけど3人です。今日ははい、メイン MC の水野さやです。エアビーの木村さんです。木村です、よろしくお願いします。そして石渡編集長です。今日はですね、マスターもお休み、そして内山さんもお休みということで、なんと前代未聞の3人で美容師名鑑 TV を進めていくのですが、はい、何をしましょう。何をしましょう。寂しいですね、いつからこんなことしたのか。ガランとしますからね。ねえ、だからタイミングが合わない。タイミング、あ、皆さんお忙しいんでね。あ、今は分かんないですけど。はい、今美容師名鑑が大絶賛発売中でございますので、じゃん、あの売り切れているというクレームをいっぱいいただいていて、あの書店に売ってない場合は Amazon でお買い求めください。調子いいんですね。じゃあね、調子いいんですね。いいんですすごいいいことじゃないですか。調子いいと信じてます。うん、なんか、なんだろう、福岡とか大阪でもなんか大きなお店でも売ってないっていう話で、売ってないっていうのはそもそも売ってないんじゃないですか。売ってないのか売り切れてるのか、どっちを。その調べたんですよね。うんうん、調べたらそこにはもう5冊とか7冊とか入ってはいたので、売り切れたか見つけられてないか、どっちか。なるほど。売れたんじゃないかな。売れたと思います。売れてます。ありがとうございます。そう、まあちょっと素朴な疑問なんですけど、そういうのって出版元は把握してないんですか。どこに置いてますか。ああ、してますよ。どこのお店に置いてあるかとか店舗名まで全部出るし、ここのお店が何冊入ってますっていうのも全部把握してる。あ、把握してる。把握してる。把握してるから、なんか例えば福岡からないんですけどって言われたときに、あ、この店にあるはずですよって言って、まあ見に行ってもらうとか買いに行ってもらう。それがない場合に売り切れてるか、それかそのお客様が見つけられてないかってことですよね。まあ、店員さんに聞いてもらえばいいんですけど、なんかそれでも結構木村さんのおかげで渋谷の方のお店からは何個かバックの予約が来たっていう。あら。あ、我が渋谷からは。ええ。お膝元からは。お膝元ですね。渋谷。なんか、そう、渋谷の書店さんがすごい予約が入ってますって言ってましたね。そうですか。うん。と取り扱ってくれる人たちが。だから売れてるんじゃないですか。売れてますよ。売れてるな。だからね、1ヶ月経たないと分かんないですよ。あ、ね、そうなんだ。出ないですか。そう、集計の部分が。なんかほら、最近ほら、オリコンで、オリコンデイリーって出てるじゃないですか。デイリーでなんか600枚で4位だったとか。ほんとこの間、すごいツイッターとかで話題になってて、638枚でオリコン4位とかなってて。あら、そう。サーヤも出して自分でさ、1000枚ぐらい買えば、嬉しくないですよ、オリコン乗っちゃうんじゃん、デイリーで。3位ぐらいに。3位で自分で買って？いきなり。多くの人に聞いていただきたいですね。そう、だから CD もだから結局そういう配信の方にこう移行しているわけですよね。まあでもまだまだ雑誌の方はいけてるぞと、やっぱ編集者としてはそういう感じなんですかね。雑誌業界は誌業界も厳しいですからね。寂しいですよね、なんか CD とか雑誌とか。私的には物に結構執着があって、CD も買う派なんですよ、ダウンロードより。そういう人が増えればいいなって思いますけどね。そうだよね。まあ、聞くっていうことだけで関して言えば、結構ね、iPod、iPad、iPhone、そう、ダウンロードしちゃえばね、聞けちゃうからね。そうなんですけどね。でも、AKB とかだってさ、CD とかめちゃくちゃ売ってるでしょ。あれは特典があるからですよ。特典をつければいいんじゃない、宝島さんみたいに。あ、なるほど。何かバッグ的なものを入れればいいんじゃない？で、日本人って弱いんですかね、そういうのに。弱い。特典ものに、なんかほら、八百屋に行ってもさ、なんかつけてくれると喜ぶみたいなさ、昔から。いや、バナナサービスだよみたいな。そう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 。あれだったら、あれで証しになることないので。ああ。だから入れてるんだろう。確かに。あれじゃないですか、なんか昼間にさ、テレビでタンスとか売ってるじゃない。
あ、ネットショッピング、ネットショッピングとかさ、テレショッピングみたいな、あれ炭水化物だともう1個つけますみたいなさ、あ、確かに炭水2個つけていいのみたいな、あれもやっぱりちゃんと赤字にならないんですよね、原価がどれぐらい安いか、そう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 、だから付録もね、うん、宝島さんはすごいんですよ、付録自分とか作ってるんですよ、エコバッグとか全部工場持ってて、だから安くできるというか、うんうん、利益出せるっていう、だから他の出版社は大変なんですよ、そうですよね、全部発注しなきゃいけないから、うん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 、だから利益構造が悪い、すごい面白いですね、雑誌の謎っていうのはね、宝島さんはすごいんですよ、うん、そうなんですか、うん、今日のまあ泊まったことでスケジュールは、今日のスケジュールはですね、せっかく木村先生いらっしゃいますので、この間ちょっと後ろに、この間とか、3月だっけ ?3 月にセミナーをやらせていただいたりしたので、はいはい、ちょっともう一回 SNS、美容師さん、美容室さんが使う SNS って今どうなのっていうのを、ちょっとせっかくね、ネットでライブだし、そういう話をしつつ、なんかこう、これからの美容室って、どんなことをしていけばいいのとか、うん、あと木村先生はフォトの神なので、うん、フォトの話とかをしたいなと思っているんです、今日のスケジュールは。そうなんですか、何もコーナーやりません、神のことはやらないです、神のことはやらない、でもちょっと冗談だけであんまこれね把握してなかったんですよ、うん、ね、今日まで、うん、そうですか、だからこんな感じで今日グラビオ指名官です、ね、出番少ないね、社会勉強だ、はい、今日はってことですね、はい、じゃあカメラさんにじゃあこちらに寄っていただいて、はい、どうですかね、今ってほら前セミナーした時に、うん、セミナーの中でも、うん、木村君は SNS でお客さんとやり取りしてるじゃないですか、結構してます ね、 ね、で俺あれ以降もうよく見てると、うん、すごいやってますよね、うん、結構激しくだってカラーのカウンセリングみたいなことやってますよね、はい、やってますね、あれってこれなんか言えるのかとか知らないんだけど、うん、あの人ってフォローしてんの、どうだから今日はありがとうございましたとか言ってるじゃん、はいはい、でその人のツイートにはさエアーとかさ木村さんとか載ってないのに、はい、今日は髪の毛カラーしてもらって綺麗になったっていうのに、はい、君がリツイートしてあ今日はありがとうって言ったりすることがあるわけよ、はい、あれってのはその人はフォローしてんのかな、その人はお客さんを、ん、僕が君がお客さんをフォローしてる、あ、そうです、あ、してんだ、はい、基本大体お客さんしてるの、お客さんをフォローしてる、いやだからあんまりほらこうあれこれをフォローしないんで、うん、お客さんだという把握をしてる前提でフォローしてるん で、 うーん、で後の人はまあ例えば自分がフォローしてる人の中では美容師さんとかは要は実名なので、うんね、あれですけど、うん、お客さんは要はこう来た時とかに、うん、聞いてるっていうか言われるんですよ、あ、ツイッター見てますみたいな、ツイッター面白いですね、あ、なるほどね、なるほどね、みたいな、あ、フォローしてるんですかあんなのと、うん、いうのを聞くわけじゃないですか、うんうん、で、いや、してますよって言われるんで、うん、そしたらリプライくださいよと、うん、で、そしたら、フォローしますんで、うん、そしたら、こう、なんか、いろいろ髪の毛のこととかも、うん、レスポンスをしやすいんですよっていう話をしたんですね、うんうん、機動力で言えば Twitter が一番早いんで、うんうんうん、やっぱやってると、うん、ツイッターでじゃあそんな何気なくつぶやいたことを拾ったりだとかそういうのができるわけじゃないですか、だからそういう意味でいやいいなとは思ってますけどね、うん、全部だから把握はしてますよ、この人は何々さんだなとか、あ、そうなんだ、はい、名前書いてなくても、名前書いてなくてもアイコンとかでこう記憶するというか、そうですね、すごいね、だからブログツイッターに関してはもう壮絶ですよね、うん、
なんかこう、だよね、あのお客さんが要はほぼ見てんじゃないですかね。やっぱ会話のスタートラインがブログだったりこうツイッターだっていうことをやっぱおっしゃってくださる方がやっぱり多いんで、まあ今そういう状況ですかね。ブログって最初の方からそうだったの？ブログ見てますみたいな。ブログはブログ見てますっていう人がやっぱり多かったですよね、そもそも。ブログ書くときに、はい、今何を目的に書いてるの？目的ですか？アレンジとかいっぱい載せるじゃん、はい、まあ、プライベートの話もあるとしても、はい、結構アレンジ載せるじゃない、うん、花ちゃんとかの、うんうん、あれは目的としては何が一番の目的？目的はあれですよ、あのお客さんが要はサロンで例えば口頭レベルで例えばこうですああですよってこう説明するのが、うん、要は今までの風習で言うとそれがスタンダードなことだと思うんですけど、ただそれをやったってお客さん覚えられないんですよ、まず。ただそれをやってくれたという満足感だけでまた行こうと思うだけの話で、だからそれももちろん重要なんですね。なんだけど実用的ではない、だから覚えられないからないんですよ。覚えられないし忘れちゃうもんね、次の日大体言われたよっぽどめっちゃくちゃ簡単に例えば説明をするとか、まあそういうことをまず心がけるようになり、まあずっとこうね、こまこまこう教えられる時間はないわけですよ、やっぱり。でそれはもう本当に申し訳ないと思う気持ちがあるからゆえに、ブログでせめて分かりやすく書くというところが、うんうんうん、まあ、やっぱスタートラインですよ ね、 ね、うん、せめてね、せめてですよ。だからせめてものお客さんへのアフターフォローじゃないけど愛情ですね。愛情だよね、うん、本当にめちゃくちゃ分かりやすいです。分かりやすいよね。結構やりますよ、見て。あ、そう、またやりますよ、うねうねの時にやりますよ、やりますよ、ちゃんと見てますから見なくていいんだけど、しっかり、あの漫画のブログとかも見てますよ、たまに。あ、しっかりたまに。あれは流し見ですけどでも本当わかりやすいから、うん、あそこまで丁寧に、あの豆じゃないとできないし、しかもそれを継続するってすごいことだと思います、うん、なんか、あの、なんてね、広島にセミナーに行った時に質問されたことがあって、うん、ブログが続かないと、うん、どうやったら続くんですかって言われてすごい質問だなと思いつつ、その時にね、僕はキムの話を出したんですよ、うん、で多分僕は木村君がああやって毎日ブログを書いていて、ああやって多くの人に支持されてるのは彼のブログに有名人が出てくるからだけじゃなくて、うん、彼のブログを見てても分かるんだけど、うん、絶対こうお客さんが来ない時間、うん、2ヶ月間とかの間に彼のブログを見てアレンジとかしたりすると髪が可愛くなったりとかできるから、多分彼はその来れない間にあのお客様のことを考えてやってるんですよと、うんうん、だからお客さんに伝えたいことを書こうと思えば、うん、書けるんじゃないですかっていう話を、ね、もう絶対そうだと思う。なんか自分のためだけにブログ書くと絶対続かないですよ、うん、見てくれる人のことを思って書くと割と毎日続けられると思う、ね、ブログの女王。いやでも本当にそうね、自分のためだけだと続かないんですよ、うん、見てる人がこういうのを見たいだろうなとかを考えてると割とネタも増えますし、うん、で本当に忙しければ忙しいほど私はブログが書けると思っていて、うん、ネタがあるからね、うん、で暇だから書いてるわけじゃないんですよ、ですよ、ね、ですよ利用者ネタありすぎ、ありすぎだよね、うん、いっぱいあると思うんだけどね。書けないということはないですね、で書く暇がないっていうのも嘘ですね。そうだね、その話もね、うん、あったのよ、うん、ツイッターとかは、うん、まあ、一応 SNS のセミナーで行ったから、うん、Twitter の人も、まあ、Facebook の人もちょっと忙しいんで、できませんって来た、その質問待ってましたみたいな。でも現場サイドで言わせてもらえれば、まあ、辛口なことを言わせてもらえれば仕事が遅いだけですね。そうだから、うん、その時にあ、そうですかと、うん、じゃあ1日何人やってらっしゃるんですかって話をしてて、うん、全部何人と言わないけど、うん、エアの木村君は1日多分何人ぐらいやっていて、うん、それでもあんなに書いてるんですって、うん、
じゃあ木村君に人数が多くて忙しいんだったら忙しいって言ってもいいですよみたいなことで、だからみんなシーン。いや本当そうですよね。しかも忙しいアピールを絶対しないじゃないですか。しないですね。そう、もうそこが一番格好悪いと思うんですよ。そう、私も本当そう思うんですよ。私は今日これして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 もうすっごく忙しかったみたいなアピールって私は一番格好悪いと思ってるんで、それをしないし、ブログをちゃんと書くし、ツイッターもまめに、フェイスブックもまめにって、本当にすごいと思う。いや、まあ何でも、いや別に、多分何も思ってないんでしょうね、一番は。大変とか、やんなきゃとか。そう、何も思ってなくて、うん、そのほら、別に見られようが見られまいがどうでもいいんじゃないみたいな、ところのラインの方が大きいような気がしますね。なんか強いですよね、キムさんって。他人にどう思われても自分は自分って。いやだからそれはツイッターでも常々言いますよ。いやだから昨日だからニュースゼロ見てて、なんだっけ。ニュースゼロ見てて、その SNS 疲れ、 SNS 疲れっていうのをその若い人に多いみたいなんですけどね、あやっぱりあみんなすごい寂しいんだなと思ったんですよ、うんうん、でも逆にみんなの寂しいの基準ってつぶやいてる数が多いと寂しいんだなと思う人が多いじゃないですか、うん、僕はそっちの方が疑問で、うん、ただ別に壁に向かって喋るのが寂しいのかっていうぐらいの領域の話なんですよ、うん、自分の中では、うん、だから別に人がいるもんだと思って喋ってないから、うんうんうん、こういつも頭の中で思ってますよね、いろんなことを、うんうん、でも対人で考えて物事を喋るから別がなかったら寂しいし、うん、例えば解除されたら切ないし、うん、なんか悲しい気持ちになったりするし、うんうんうん、どうしたみんなみたいなだから逆に、うん、なぜそこを求めてしまったんだ、みんな間違ってるぞその使い方って正直言うと俺は思ってたんですよ、うん、で特に美容師なんて正直言って独りよがりな生き物だし自己満足だし、ね、頭の回転がじゃあそんな中東大出るような人と比べてじゃあ頭いいのかって言ったら別に俺は頭良くないと思うんですよ正直言って、うん、で、まあ、自分がそうだからね、自分がそうっていうか自分も美容師だし、みんながみんなそうだとは思わないけどね、うん、基本的には。でもそこにやっぱり人に対して何かを求めてしまったらやっぱりさっきっていうか昨日も書いたんですけど、愛を与えすぎるとうざがれるっていう、うん、僕は石渡さんのコメントに書いたじゃないですか、うん、それと同じで、うん、結局なんか適度な距離感っていうのをやっぱり人って求めてるわけだし、うん、じゃあ、うん、この人はじゃあフォローをしようが、じゃあ解除しようが、うん、まあ、割とフランクな人なんだなと思ったら、じゃあフォローもしやすいし、解除もしやすい。ただ、こう、ボーンと来て、フォロー解除したら、もう寂しくなっちゃって、どうしてフォロー解除したのって、電話をしたような人とかが現れるから、SNS で続かれとかが生まれるわけで、もともとそういうもんだと思ってるから、ソーシャルネットワークっていうのが、そもそもが。いやだから別に好きなことを言って好きなことを書いて好きなことをねやって、それだけだったらストレス解消のアイテムでしかないものがどうしてストレスになってしまうんだろうと思うんですよ。で、あなたはそれはできるけど私たちはできないんですっていうと言う人がやっぱり多いから、そうなんだみたいな。だからいつも書いてるんじゃないですか、私は私、うん、だから別にいいじゃん、別に同意を求めなくたってと思うんですよ、うんうん、どうしてそんなに同意を求めるの、むしろ投げかけたいの。でも自分が正しいと思ったものを投げかけて、それに対してじゃあ興味があれば見ればいいし、うん、興味がなければ見なきゃいいし、うんうん、だからそれに対して批判をするもどうするも別に、なんていうの、批判するんだったら別に見なきゃいいし、そう、本当そうですよね。そうだからそういうことなんですよ、本当にそう思います。だったら流すなよっていうのが逆の意見かもしれないけどね。いやでも、でも別に俺が何を言おうが別に、うん、ね、何の関係があるのみたいな興味なければ見なきゃいい話ですよね。だからそれがやっぱり一壁越えたらそういうふうになってくると思うんですよ、うん、だから結構今はすごい入り混じってる状況だと思うんですね、うん、まあ1年前の今頃と比べたら
多分すごく変わってきてると思うんですよね。ツイッターとかもだいぶそういう人が増えてきて、やっぱりスルーするというテクニックもすごい増えてきたりとか、だからあんまりツイッターですごい炎上するとかそういうのはあんまり聞かなくなってきてますよね、だんだん。だからやっぱ分かってきているという部分ももちろんあるんじゃないかなというふうに思いますよね、うん、なんかその出したものに対してこう反応を求めちゃうとなんか恋愛的な感じがするよね。そうそうそう、なんかこう私は伝えてるんだからなんかこう返してよみたいな。はい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 。だからなんでそんな寂しいのと思っちゃうんですよ。俺だから一人でいるのもすごい好きだし、一人でいるときにテレビ見ながら例えばツイッターでつぶやいてたら、もうめちゃめちゃストレス解消ですよ。むしろ、でも分かる。面白いみたいな、みんな超面白いこと言うなって思ったりとか。するんですよ。だから逆に言えば同じ番組をこの人たちと一緒に見てんだな今とかっていうのを分かった時に初めてつながりというものが、じゃあこれこうだよねなんだよねっていうのにレスポンスを求めてしまうっていうかな、うん、だからそれの方がおかしいわけで、うん、じゃあ例えばふっとした時もさ、つながりというものを感じたりするわけじゃん、うん、同じ番組ってニュースゼロでこれSNS 疲れとか起こっちゃってるよ、わっはっは、これこんなん楽しいのにわっはっはって昨日つぶやいたものに対して、うん、私もその番組見てますっていうのがすごい来たりとかするわけです、うんうんうん、そういう時につながりを感じるわけですよ。木村さんもこれこの番組見てんね、うん、今みたいな、うん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 、ね、うん、分かる。私もね、一人でテレビ見た時にそれが本来の形だと思うんですよ、うん、フランクで自由で、うんうんうん、ね、気楽で、うん、ね、そうですね。そうだけど勝手にそうしちゃったんですよ、うん、みんなが寂しいもんだから、なんなどうしちゃったのみんなみたいな逆に。なんですかね、うん、でも寂しい気持ちも分からなくないんですけど、うん、私は。うん。うん、レディーもやっぱねちょっと多くなったりしますよね。そうですね。うん、なんかそんな感じはしましたけどね。ツイッターでの女の子同士の、うん、こう。甘い言葉の掛け合いみたいなのが私は多く思うんですね、うん、なんかまあ上辺のお話もそうだし、まあ会ってたけど今日も楽しかったよ大好きみたいなのとかも、うん、終わった後に別れて寂しいからするのかなと思いますね、うん、多いよね。私もそのめっちゃ仲いい子たちとツイッターで喋って LINE で喋ってメールで喋ってるんで会っても喋ってるでしょ。そう、会ってもずっと喋ってるし、だから寂しいんだと思う。寂しいんだろうね。一緒にいたいのもっと。なんかいいからね。まあそうね。うん、でもまあ、うん、まあそういうもんだとは思いますけどね。うん、そう思うんですけど、その美容師さんがじゃあどういう目的で、うん、じゃあやってるのかっていうことに関してはまたそれとそれは別じゃん。うん。さあさ。美容師さんいっぱいフォローしてると思うんだけど、はい、美容師さんのさ、まあ、例えばツイッターだけに言うと、うん、美容師さんのつぶやきと他の人のつぶやきって全然違くない？違いますね。明らかに違うよね、うん、どういう印象、どういう印象、面白いな、この話。あのね、あの、少しでも、少しでも使わないで、俺ね、俺、分けてるのね、LINE、あのリストで美容師さんと、うん、分けれるの？分けれる、分けれるじゃん。何ですか、ね、今更何言ってんの、何言ってんの知らないんですけど。マジで何リストって。あさって、後でちょっと聞いてきて。リストを作れるのよ。はい、あの A リストには美容師さんだけ出ようとか、 B は仲良くなしたでとか、C は仕事の人とか分かんないけど分けられて、で俺美容師さんと他の人は知り合いは分けてんだけど、はい、まあ露骨に美容師さんはなんか俺がの人が多いよね。あと本当に美容の話ばっかり。うん、いや美容の話でもいいんですよ、別に役に立てば。いやいや役に立たないよみんな。いやだから役に立てば別に美容の話でもいいと思うんですけど、その美容の美容師のマインドの話が多いです。まあマインドの話も多いし、多いし、よくわかんないその美容の話、あ業界の話とか、まあいいんだけどさ、っていうのがすごく多いなって思うね。僕は結構あのアジアの総一郎さんのつぶやきが結構ツボに入ることが多くて、総一郎とキムとウッチーとかは美容の話しないじゃん、あんまりしなくないけど。いや僕はしますよ。するけど僕はします。するけどさ、キムさんは、うん、あの数が多いんで、あの半分半分ぐらいでもみんなの全部と一緒ぐらいですね、うん、
内容が多いからね、うん、詰める数がね。僕はしますよ、うん、美容のつぶやきもちろんしますし、うん、思ったこともつぶやくし、うん、何でもつぶやくんですよ、うん、だからなんつうんですか、でも俺がツボに入るのは、なんかこう、なんか毎日こう新しい表現の仕方をしてきたりとかするじゃないですか、ね、アジアの総一郎さんとか、うん、内田君とかは、うん、ベチカの内田さんですね、うん、とかは面白いですよね、やっぱ見て、もう笑っちゃいますもんね、つって朝起きてこうタイムラインとか見てると、むくりますなんちゃらとか言ってた、言ってた、言ってた、ちょっとあの、そのむくりの部分に関してはちょっと、まあ、なんていうんですか、たまにか、まあ、かぶせてはないんですけど、今のところ、だからたまにかぶせたくなる時とかあったりするんじゃないですか。あのね、あんだけ毎日言われるとね、かぶせたくなる。そう、かぶせたくなるでしょ。かぶせたらダメだなと思うからかぶせないんだけど、あれにはかぶせないけど、たまになんかポロッと言ったことに関してはかぶせてみたりだとか、うん、まあ、だからそういうなんかよくわかんないけど、でも一応みんな見てるんだなっていうことは分かってるわけじゃないですか。だからそういうのがちょっと面白かったりするんですよね、やっぱ。そういう意味ではね、あれだよね、いいよね、妄想、あの瞑想してて。面白いです。内容が、あっち行ったりこっち行ったりして。なんかガガ見に行け、ガガの話しかしなくなるしさ。確かに。あとね、僕が面白いなと思う美容師さんのつぶやきは、うん、あのピーカーブー の、うん、あの飯田さん。飯田さん。飯田さんですね、うん、飯田健太郎さんですね、うん、もうちょっとたまにしかつぶやかないじゃないですか、うん、なんかでもそれが逆になんかすごいツボに入るんですよね。なんかこう、なんかたまにつぶやいたと思ったらよくわかんないですけど、美容のことですか、ナマステーとかだけど、なんか意味わかんない。なんか多分ね、健ちゃんの中ではあるのよ。タイフェスの情報がいっぱい流れてたもんだから言っちゃったんだけど、タイミングがおかしいから、もうその話が終わったぐらいにナマステとかやる。なるほど。いや、なんかそれが流れてきた時に、そのなんか文字というか、その活字がね、面白いのが、やっぱ字が好きなのかもしれない。面白いんですよね、やっぱ。なんか字ってこういろいろ考えさせるじゃない、勝手にこっちの中で、うん、だから面白いんだ。特にあと意見だっていうのもあるし。いや、ケイトさん面白い。なんだとか、なんか全然意味わかんない。こう、しかもあの人あんまり他人と絡むよ、前に自分だけで絡みはしない、ボソッと言ってるだけなんだよ。ボソッと言うから、あれが面白いよね。ちょっとね、本当面白いんですよ。だからそういうのもあったりとかして、まあそこで初めてこう、ほらネットリテラシーというものをね、あの知ったわけなんですけど、自分も長くやってて、でも多分そういうのを知って、だから人の表現方法とか、うん、そういうのを見てると面白い以外に何もないっていうか、まあ、例えばネガティブな発言聞いたとしても流せるし、なんかそういう表現、だからその活字だけ読んでね、絵文字も何もなんかアクセントマークもなしで流れる文章って最初は冷たいと思ってたんですけど、でもそうじゃないんだなって思う。だから逆にそれが面白かったりするわけじゃないですか。わざとそうしてたりとかするじゃないですか、人って。だからそれが面白かったりとか、でもそういうのをなんか普通にやってるだけで結構人間味というか魅力が出たりとかするわけじゃないですか。だからそこの追求とかを、例えば追求というか、まあ、普通に自然体でそれをやればいいんですけどね。自然体だね。やっていくと、自然体だから。そう、やっていくと必然的にほら、あ、この人のつぶやき見たいなとか思ったりするじゃないですか。するする。やっぱそういうので増えてったりとかするんじゃないかなって僕は思ったりするんですけどね。そういう人の魅力を感じるんだもんね。歯にやっぱ衣を着せぬやっぱものの言いようというか、やっぱストレートなやっぱり発言っていうのがやっぱ一番面白いと思うんですよね。だからそれがやっぱりできてないから続かないっていうのもあるのかなと思うんですけどね。そうだろうね。そう。そこまではいっぱいないからね、うん、あの美容のことばかり喋ろうと思ったって、うん、そうそうそう、あの一般の人が見て面白いなと思うようなことってそんなないじゃん、うん、それをね、なんかそこに行っちゃう人が多いようなイメージがあるけど、そうだから徹底して逆にその要は内容を定めて話すということも一つ の、うん、あの方式でもあると思うんですよね、うん、僕はこう例えばツイッターはもう本当に美容師としての言葉しか入れないと、うんうんうん、いうのもそれはそれでものすごくフォロワーに関してはためになるだろうし、面白いんじゃないかなと思うんですけど、もうツイッターって別に口と変わんないんで、自分の中では
要は活字で物を言ってるだけだから、こう今言葉で喋ってるような、うん、だから全然疲れないんですよ、活字で物を言うのは、うんうんうん、こう今喋ってて1時間ずっと喋ってなさいって言われたら疲れるわけですよ、うん、だからそれが要は活字だけで、ねうん、あの物事を言うっていうのはすごい楽しい、あと考える時間がある。あーそう確かに、うん、あー確かに、うん、ちゃんと伝えたいことが書けますよね。そういうことなんですよ、うん。その140文字とかその限られたものの中で考えるっていうのはすごくいろんな練習というか勉強になるよね、うんうん、その中でどう伝えようかみたいな、うん、いっぱいやれるけど何回やればそうじゃなくて、そのワンツイートでどんだけ刺さるものをやるかっていうのを考えるのも楽しいよね、うん、絶対的に、うん、楽しいですよね。ツイッター私結構好きなんですけど、楽しいでさ、なんかさよくあるんだけど、これはちょっとみんな盛り上がるだろうなと思ってつぶやいたことが意外と盛り上がらなくてどうでもいいようなことをつぶやいた方がそうやたらなんかこう回ってっちゃうみたいな。そう面白い、本当にそこは突っ込まなくていいのにみたいなところで、そうなんだ、引用返信とかさ、だいたい、だいたいこの人があのどうでもいいことはあのやらないくせに、そのちょっと俺を陥れようというツイートの時に、だいたいこの人がね、リツイートとか引用返信するんですよね。そうなんですよ。本当にね。本当そうなんですよね。ツイッターテロだよ。本当に。だってもうそれで福井さんがいつもニヤニヤしてる。なんだっけ、なんだっけ、何人だっけ。え、マレーシア。違う。マレーシアじゃなかったよ。なんとか人、わからないけど、なんだっけ。ビルマ。ビルマじゃないや、なんですか。フィリピン？違う。カンボジア？ほらね、そんなに出てこないような、人を言って、なんとか人って言って、あ、ネパールね、ネパール、そうそうそう、で、それが福井さんが言ったのを、この人が、聞いたっけ、もうリツイートしたもんだから、もう大変よ、アメリカ。え、いつだよ、ネパール人って。もう、ネパール。昨日もネパールって言われたし、福井さんに。全部今度から、ネパールさん。別にいいんですけどね、ネパール別に嫌いじゃないですから。でもそういうのちょっと意図的にやってる。楽しんでるし。そうなんですよね。いや俺いいことも悪いこともすぐ公式リツイートをしたから。そう。本当にやめてほしいですよね。だから陥れようと思うことも、いや本当に広めたいと思うことも、あこの人がこういうこと言ってるのいいなとか、例えば普段から絡み合って、うん、あこういうのをたくさん広めたいんだなと思うことがしたらどんどん広めるし、うんうんうん、なんか。あ、この人の表現、うん、やっちゃったねっていうこともボンボン広げるんですよ。なんだっけ、性格悪い、拡散とか昨日やってましたよね。いや、だから昨日、あの僕は大体フォローされて、まあ、知り合いにフォローされると気使っちゃうんですよね。自分があのモードに入っちゃった時は、うん、ほら、荒らしちゃうから、うんうんうん、ドーンとなっちゃうから、うん、そうですね。なった時に、あ、だから悪いなと思うわけですよ、自分としては。だから、うん、だそれを見たい人はそれでいいんですけど、うんうん、なんか木村さん知り合いだからって言ってこう例えばフォローしてきたりとかすると、うん、だからうっかりこう手を出しちゃったものが、うん、結構すごい火傷するようなところのそう、うん、なっちゃうから、うん、だからそうすると直接の知り合いだとほらフォロー解除しにくいじゃないですか、うんうんうん、そういうのを気遣っちゃうわけですよ、うんうん、僕は。だからバカフォローするなと、うん、俺をフォローしない方がいいぞというのでまず。どうしてですかって大体書いてくるんだけど、うんうんうん、いやだから荒らすから全然いいですよみたいなこと言うんですけど、うん、こう昨日のあの子みたいなこと言うと、うん、どんバカ野郎っつって、うん、なぜフォローしたんだって入れたら、うん、ふんみたいな、フォローしてやったのさみたいなことをちょっとちょづいたから性格悪い拡散とかああって思ったもん。だからこうそういう武器にもなっちゃうわけですよね。そうなんですよね。そう危ないんですよ。いやツイッターは本当にあの怖いですね。危ないです。いやでもすごく面白いですけどね。一番面白いですね、僕はツイッターが。そうだね、ライトだしね、気軽でいられるし。そうそうそう。でもその他の美容師さんとかのサイン見てて、うん、どう思う？キムさんは本当になんかプライベートも 両方載せるじゃないですか。その仕事一本の人はリツイートが多いなって思います。あ、リツイート、あのすごく良かったですっていうお客さんのツイートのリツイートだから、つまりはその何て言うんだろうな、自分の宣伝
材料になるじゃないですか。だからやっぱりそのお仕事関係のツイートが多い人もいるなって思うし、かと思いきや吉野一郎さんとかキムさんみたいになんか何の話してるのか分かんないようなツイートをしてる人もいるし、うん、なんかそれでも周りのことはそんなに変わらないかなって思うんですよ。 あと本当に発信しててそんなに反応をちょうだいちょうだいっていうツイートには見えないですね。だから見ててこう気軽に見れる感はあります。気軽じゃないとダメなんですよ。いやツイッターが一番面白いですもん。私も好きです。あ、なんかソーシャルネットワークやっててもツイッターが一番面白いですね、やっぱ、うん、なんか、うん、こんだって全然違う場所にいるのに同じもの見てるんだっていうのが即座に分かったりするんです、ツイッターやってると。それだけで今自分一人だけど一緒の場所で見てるような感覚になるんですよ。そうが過去の寂しがりやってる。だから結構ほら誤解を生みやすいアイテムではあったんですけど、まあだいぶ浸透してきて、まあ理解も増えてきてるんじゃないかなとは思うんですけどね。だから例えば美容師やっててよくつぶやける暇ありますねっていうこととか言うんですけど、別にこう今喋ってるのと別に入力するの変わんないんですよねっていう話をすると、えって言われるわけですよ。なんでえなんだろうと思うんですよ僕は。そこはだから別に価値観が同じなんですよね。だからそのツイッターも別に入力をしてるわけですよね。それはなんかメールを返すのがめんどくせえって言ってる人と同じだと思うんですよ。でも喋るのはめんどくさくないわけでしょ。でも電子もだから これがこういう風になってるだけの話だから、そう2日は喋るだけでも違うから。え、じゃあ1日通してじゃあ例えば仕事してて、じゃあ言葉は出さないのかっていうと、じゃあ言葉出すのも悪いじゃないかという僕の中でも同じぐらいの価値観なんですよ。だから携帯電話っていう認識というところがマイナスポイントだったりとか、ツイッターでつぶやくということがマイナスだっていうのは俺はやっぱり遅れてると思うんですよ、ちょっと多分。遅れてるでしょ。だってそう考えたらずっと使ってたら別に喋ってるのと入力するの何が違うのと思う。じゃあトイレも行かなければ、ね、水も飲まないのと思う、うん、だから営業中は忙しくてどうのって言うから、じゃあシュッて出して水飲みながらペペペペペペって、ね、でもその間におはよう今日はよろしくお願いしますって言ってる時間と変わらないんだから、はい、それできないの。できます。それってやっぱり人間って言葉を覚えて言葉をずっと喋り続けてきたら熟練度というものが上がってくるわけですよね。だからそれと同じですよね。要は言葉を喋ってる方が楽だ。であとはみんながその認識があるというだけの話ですね、言葉を話すっていうのは。ただツイッターだったりとか入力するっていうことだったりとかっていうのの認識は要は新しいものでみんながそこに対しての熟練度がないもんだから、それはすごい悪いものだと思ってしまうわけじゃないですか。仕事中に例えばそれをやることは良くない。でもお前言葉喋ってんじゃんみたいな話なんですよ僕からすると。言葉喋るの同じだからみたいな、それぐらいの要は認識ですよね。そうそうそう。あとあれだね、俺そのあんまりうまく使えないんですよ、僕たちに共通してあるのが商売系があるよね、まず商売系があるからめんどくさくなるのよ、うん、そうですね、あれ、うん、お客さん呼ばなきゃいけないとかわからないけどね、新規の新規呼びたいっていうところがあって始めるから、話せる内容もそんなね、でも君みたいな話すると、お客さん来てくんないじゃないかみたいなさ、見てる側はどっちかっていうとそういう方が見たいですよ、うん、そういうこと、そのふざけた方が見たいの、見たいね、そう逆ですよ、だから逆、それがソーシャルじゃん、逆、うん、逆だけど、お仕事から入っちゃうから、つぶやいて内容も考えちゃうし、つぶやけなくなるし、気軽にフォローもしなくなるし、とかね、あと、フォローして、フォローされたら リフしちゃうとか、そういう、なんかよくわかんない、戦略を推奨してるんだよ。そうそうそう。突然いなくなる。びっくりしちゃった、今。でも、ブログもそうですよね。なんかその、私だったら、そのどうにかしてファンを増やそうみたいな感じでやってると多分続かないと思うんですよ、はい、さらけ出せないから。でも多分見てる人っていろんな面が見れた方が楽しいと思うから、美容師さんもその部屋のアレンジのブログもあったり、あとはね、キムさんみたいに漫画だったり、いろいろあった方が見てて面白いと思う、ね、うん、
だからそんなに考える必要ないのになって思うけどね、いつも。うん、まあ美容師さんはそういうこと、美容師さん、まあ、美容師さんに限らないかもしれないけど、そうやって思ってしまう人が非常に多いというのはまあ事実ではあるので、うん、もったいないなと。なんか生活の一部になると一番楽だよね。楽です。ツイッターが。うん、あ、朝のブログだったりとか、それを打ったりするっていうのが特別なことって思うから、うん、あ、やんなきゃみたいな感じになるんですか。ふざけるのも大事なんですね。いろいろ面白いことになるなと。うん、そうですね。ね、だけど一部としてこうやっていくと、まあでも人間いろいろそういうのをなんかやっていくのきっかけとかもあるかもしれないですね。なんかこう発想が転換されるきっかけっていうのがやっぱあって、こう今までのそういうデジタル的な、まあデジタルっていう表現も僕はナンセンスだと思うと言ってるんですけど、あのまあ分かりやすく言えばデジタル的なものに対しての価値観っていうものが変わった瞬間というのがあって、自分の中では、僕はあれなんですよ、堀江門さんですよね、堀江さん。まあ、分かると思うんですけど、まあ、ちょっと今受刑者なので、まあ、何とも言えないですけど、僕が一番センセーショナルで衝撃的だったのは、僕はあのその逮捕される前に、逮捕っていうか収監される前に会見見てたんですよ、リアルタイムでニコニコ動画で配信してたんですけど、まず収監されるってそれやっぱ世の中で言えば悪いことをしてるから悪いわけじゃないですか。その人がまず会見をするということ自体、びっくりなんですよね。ね、仮にもうウェブ上だったとしても、まあ、別に民放でそれをリアルタイムにやるわけじゃないですけど、それを記者会見しちゃうのみたいな、まず刑務所に入るのに。でもやっぱ興味あるじゃないですか、やっぱすごい人だと思ってたし。で、まあ、その記者会見してる中でこう携帯はこう、ね、こうマイクの両脇に水と携帯が置いてあるんですよね、で記者たちの質問に答えてる時って要はやっぱ相手の前、ね、目を見てやっぱ物事話さなきゃいけないみたいな勝手な価値観を持ってたわけですよ、自分は。でもまあそれが普通だと思ってたから、まあ、でも多分日本人の全国のほとんど人口のほとんどの人は多分そうだと思うんですよ。そう、普通だと思ってると思います。ただそれをこうやって、ああそうですねって言いながらこうやって平坦になるようって話をしてるわけですよ、堀江さんは。はぁと思いますよね。でもそれを見てたら、なんかツイッターとかつぶやいたりとかしてるわけですよね、それをやりながら。いや、だからすごい、まあ、その時に、あ、別にそれがいいっていう工程を、するというわけじゃないですけど、あ、なんか自分の頭の中ってちょっと固まりすぎてたのかなと思った瞬間でもあったんですよね。その前まではブログをほとんどメインにやっていて、ツイッターっていうものも、まあ、ちょこちょこやってたぐらいで、やっぱそこからでも情報を知るということもすごい革命的だったし、そういうことをやりますよっていうのを知るということがすごい革命的だったわけじゃないですか。だからなんかすごい、あ、そこでやっぱり情報を知ってたまたま見れたんで、リアルタイムに見たときにまたそこで稲妻を落とされて、こんなことってありえんだみたいな、刑務所に入る人なのに、確かに信じがたい光景ですよね。でも本人は認めてないと思いますよ、罪に関してはね、だからそういうことができるんだと思うんですけど、でもそういうあの否定の仕方もあるわけじゃないですか、俺は認めてないと、あくまで、逮捕されるようなことしてないって、ずっと否認する。だから司法がそれを悪いと判断して要は収監するっていう、はい、そこで償いなさいよって言ってるだけの話だから、本人は悪いと認識してないわけじゃないですか、それを。だからそういうので会見の見られちゃって、なんか上げるまでにだって携帯をいじっているっていう、そこの行為にもうおおみたいなセンセーショナルな、こう、でもやっぱり今後の時代っていうのはこれは普通になっていくんだろうなって思ったんですよ、やっぱりどんどん進化していくし、結局この iPhone4S にしたって Siri というものが内蔵されていて、要は今ってまだまだこう誤動作が多かったり認識しなかったりとかするわけなんですけど、結局皆さんがこうやってもう携帯に言葉を喋ったらそれがダラダラって入力される時代が来ると思うんですよ ね。そうなった時に、じゃあ
こう今の例えば僕に対して、うん、よくそれができますねっていうことを言う人間がどれだけいるのかなと思うんですね、うんうん、なんかそういう認識でやっぱ物事を見ててやっぱ進化を感じていたりとかそういうもうそこの未来が見えてる場合であれば、うん、今のうちからそういうことも全然できると思うんですよ、うん、だってもうそうなるじゃないですか確実に、ね、音声認識というものがもっと発達すれば、うんみたいなツイッター起こしてみたいな別にこうやってくっつけてないんですよ、うん、こうやってツイッターこうやって押すこともなくなるんですよ もはや絶対、うんうんあーみたいなこう肩でも叩きながらねあツイッター起こしてとかってにポッと出てきて要は入力でお腹すいたなとできちゃってるねだからポポポピョンともう発信されるわけでしょすごいですよねそれってえでもそうなると思うすごいと思うそんな風になったらもうこのスタートっていうかきっかけはもうこの iPhone4S の中にもう入ってるわけですよ Siri いやーすごいなでもそこでピンとこないのが要はアナログな人だと思うんですよ、うんだから今やたしなまなきゃいけないっていう、こう、わかんないけど、なんかこういう文字を入力することもフリック入力という革命的な入力方式があって、要は、それも堀江さんからすごい先生様が衝撃を受けたんですけど、文字を書くのと入力するのは変わらないって言ってたの。俺その時はそんなに使いこなせてなかったから、あれだけど思うけど、でも今言ってますよね、人に。だから言葉を喋るのと入力するスピードは変わらない。だからそういう風になっちゃうんですよ。だから何が苦なのかっていう話なんですよね。そういうの。だからもう、はっきり言って、だから美容師さんがとっつきにくかったり継続できないという理由の一つは頑固。だからそれしかないの。そう、そこに対しての、そう、そこに対しての要は認識の問題、うん、価値観の問題だと思うんですよね、はいうん。だから、その、なんていうんですか。なかなかこう浸透しないだとか例えば継続できないということが結局頑固であるというのが、まあ、結論だと思うんですね時代はどんどん進んでいくのだから、うん、5年後には今みたいに多分批判的なことを言ってる人いませんよ、うん、その時に振り返ったらバカだったよね俺たちアハハの話だと思うんだよ、ね、あだって時代はそうなってるんだから確実に、うん、ねなんかすごいその楽しみになるそう楽しみすっごい楽しみ楽しみしかない、うん、だからそういう時にやっぱりイニシアチブを取るのはやっぱり今のうちから使い込んでいたりとかそういう人がやっぱり結局イニシアチブを取るんだと思うんですよそれを要はこの間3月に石渡さんとモルトノベーネさんのセミナーに行った時に僕らの前に語ってた元島さんが言ってたことですよね要は僕らが言われたことなんですよこうセミナーをして、例えば僕は現場側の人間として物事を言って元島さんはやっぱり経営者としての物事を言うっていうのであんまりこういうのを例えば人に広めたりとかして言っていいものかどうかっていうのを迷ってますっていうのを僕言ったんですね元島さんにでも結局進んでてそういうことができる人っていうのは教えたところでどんどん先に進んでいくんですよっていうことを言ってたんですね元島さんはまさにそうだなって今思うんですけど結局そういう人がどん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 増えていけば、うん、結局そういうふうになっていくんだと思うんですよね、うん、だから今別に普通に言ってますけどなんで、ね、自分が思ったらこうだったとか、うんうん、漁師さんって、うん、頑固ってのもあるんだけど、うん、知識の幅が狭いよね、うん、そうですね狭いから、うん、よく分かんないものに対して拒否感とか恐怖心があるので、うん、やっぱねもっと広く持った方がいいよね僕堀江もインタビューしたことがあってでインタビューした後にこちらも今いらっしゃいませんが浜子さんと対談をしてもらったんだけど堀江もすごかったのは浜子さんに全然対抗して対抗以上できちゃうぐらいの歴史と政治と経済の知識を持ってたのよ、はい、それは知らなくて、うん、あんだけ言うからには特にネット上ってのは叩かれやすいとか、うん反論されやすいって分かってるのにあんだけ言うってことはそこに圧倒的なこう自信があるのね裏付けされたものが、うん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 、で例えばねツイッターとかで僕はこう思いますっていう時に、うん、例えば君に対して誰かいやこうなんじゃないですかって帰ってくることもあるじゃない、うん、それに対して君はいや僕はこう思ったらこうなってるんですっていうこの次の返しが打てない何もないとだから怖いからやらないしそういった発言もしないし、うん、まあそもそもそういう知識がないと発言もしないんだけどね、うんもっと幅広い知識を持たなきゃいけないんじゃないかなと思うよね、うん、
局ね。だから僕タイムラインで美容師さん以外のフォローしてる人たちは、28歳で起業したりとか、25でアメリカで起業したやつとかいっぱいいるんだけど、彼らはもう発言自由ですよ。自由な上にごもっともな発言をすごいするからみんな共感しやすいみたいなね。だからそういうまあ当然美容の知識は当然必要だけど、そのいろんな知識を持つってことだったら大事だよね。ないから続かないし、あれば喋りたいこといっぱい出てくるわけだから、ああそっか。皆さんに質問来てますね。いろいろ質問があるんで、なんとなく、答えましょう。さらっといきましょうか。じゃあ最初に家族祭りの話。家族祭り笑いましたって、まあそういうのもね、一つあれですね。まさかそこが広がるとは思ってませんでしたね。あれはね、あれだよね、あれがいいのはさ、一個のさ、イベントごとじゃん、祭りじゃん、好きじゃん、みんな、そういう、みんなで盛り上がるのって、あれはやっぱ、特にツイッターのいいところだと思うんだよね。ある瞬間、そこの場にいるやつだけで、なんかやたら盛り上がるみたいな。あれはすごく、あれは面白いですね。あの時さ、思ったけどさ、カズコっていうだけじゃなくて、いろんな人が出てきたよ、その後。あれも、カズオですとか、ズミですとかね。そう、うん、ああやって、リツイートだから文字数が減っていくわけですよ。その減っていく中で、どんだけ面白いことを言えるかっていうのを考えるのもまた面白いですよね。面白い、確かに。伊藤さんとかの、ちくしょう、うちの母はしょうこっていうのは、別に返さなかったんですけど、笑いました。そこはあえて伊藤さんだからスルーしといたんだけど、笑いました。ちくしょう、うちの母はしょうことか、私の母はれいことか、でもそれは次の日のお客さんにも超言われたんですよ。だから私も返そうかなと思ったんですけど、うちの母はれいこだしなとか、そういうことが会話ネタだったりするんですよね。だから結局、お祭りで、この家族を家族に持ってる人たちは、みこしをしょってる人たちなんだよね。で、翔子とかお母さんの人は沿道で見てる人だから、私も担ぎたいけど、私は入れないみたいな。これが楽しい。だから翔子って書いてあったんですけど、え、ナマコですかって返すのやるのか。あ、それなんだ。なんか、それだとちょっと、なんか、人の母親をバカにしてるみたいで、なんか、ちょっと嫌だなと思って、やめたんですけど、だから流しといたんですけど、でも、ただ、笑いましたよ、ちょっと。はい、祭りなんですよ。笑いました、笑いました。だから、そういうのもあるんで、そういうので盛り上がれるっていうものもありますよね。あるある。はい。で、あとは、何でしょうかね。アシスタントの SNS 活用法ってどうしたら良いと思いますか？ちなみに私は渡部さんのお店で働いているアシスタントです。渡部高井さんですかね。よろしくお伝えください。アシスタントは、活用法だと考えないで使った方がいいと思います。その活用法という、表現が出てる時点で、多分、カオリンさんは取り憑かれてます、そこに。だから、SNS 活用法という、もうその表現を忘れてください。あなたは、あなたです。だから、そういうことですね。だから、アシスタントの位置から、要は、縛り付けるのは、僕はやめた方がいいと思うんですよ。だから、自分のところのスタッフの、Twitter をフォローとかしないんですね、自分は。だ要はそれを見ちゃってじゃあ何かを言われてしまうんじゃないかとか、そう上司だからね、だから僕店長だから、でも僕が一番チャランポラな発言してるのに言うわけないんですけど、ただこう、そういうふうに考えてしまいますよね、多分そのカオリンさんも今多分そんなに活用というか使ってはいないと思うんですよ。活用法って言っちゃってるから、僕活用法っていう表現なんて言わないんですよ。絶対一個人としてこうつぶやいたりとかしてるってことですよね。美容師の方じゃなくてね、活用じゃないんですよ、だからそのもうその3文字が自分の頭の中に例えば入ってるっていうことが、もう要はあなた の、 要はあの SNS に対しての認識をもう邪魔してるんですね、だからやっぱりこうその SNS にたしなんでいくっていう、僕はたしなむという表現がすごい好きなんですけどね、たしなみですね、 SNS のね、たしなんでいるということの方が多分きっと面白いし、自分のところにもスタッフにもやりなさいという表現は絶対言わないですね、活用しなさいということは言わないです、
あのやった方が楽しいよとは言いますね、うん、だから多分それなりに楽しんでると思います、うん、ただそれがすごい力になってるかどうかはまだ分かりませんけど、うんうん、それをそれでこう例えばこう広がっていった暁に要は新しいこう活路っていうのが見出せるかもしれませんね、うんうん、ただその前にまずは継続をするということがまず大前提なわけで、うん、あのブログにしてもまあ書いた方がいいよとは言いますけど、うん、書きなさいということは言わないですね、うんうん、確かに楽しいから書いた方がいいよみたいな感覚ですよね。そう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 、自分も、書きたいと思わない限りは書きたくないんですよ。だからツイッターも今そういう気分じゃなければずっとつぶやかないし、うん、下手したら丸一日つぶやかないという時もあります。あるね、はい、全然あります。本当全然ありますよ。全然あるし、あのただ最終的にその来たリプライに対して返すから、うん、僕はずっとこういるような感じがするんですけ ど、ね、一気に返したりとかするからドーンってたまるんですよ。でもその分みんなレスポンスを僕にはくれてるんですね、うん、僕の たわいもない独り言にだからそれが要は普段の積み重ねであり、うん、結局ね、まあ、そういうことじゃないですか、うん、だからそもそもそういうレスポンスを求めて物事をやってしまうというところが自分のなんか楽しみというのが一番潰してるんじゃないかなと思うんで、アシスタントにもそういうことは言わないですね、うん、一切。ただスマートフォンに変えなさいということだけ言いますね。あ、全員なりました。いや 99% あと一人ですね。 あと一人、あの長野から出てきた頑固者がいますんで1ヶ月ぐらい前も言ってましたもんね。そうですね、もうちょっとですね、もうちょっとなんですけどまあどの道避けては通れない道ですからということは言ってるんですね、はい、まあその時にまあ教えてあげればいいかなと思ってるぐらいで、うん、まあいいかなとは思ってますが、はい、まあ確実に本当にスマートフォンは変えた方がいいんじゃないですかね、うん、今何の取材を受けてもまず言ってるんですけどね、第一条件としてスマートフォンに変えましょうということは、うん、あの取材をすごいされた時に絶対言うんですけど、うん、あのまだフューチャーフォン、うん、フューチャーフォンフューチャーフォンですね、フューチャーフォン、うん、の、方とかに、なんて言えばいいんですかね、進めてるね。そう、進めてますね。まあでも世の中まだまだ多いよね。まだまだ悪いことじゃないんだけど、悪いことじゃないんだけど、ね、なんか電車の中とかに見てても、木村さんも電車乗られないのであれですけど電車の中で見るわけですよ、いろんな人見てると。まだ全然多いね、全然多いね。だけど二個持ちから離れられないですね、私は。なんでそっち使ってんの？なんかメールのグループ分けだったりとか、そのメールとかちょっと見にくいんですよね、私的に。あと写真の、うん、私自撮りをするもので、うん、あのこっちの方が明らかに綺麗なんですよ。あ、そう。画質、自撮りの画質が。あ、そう。はい。iPhone？ iPhone です。iPhone より綺麗？ iPhone のインカメラの画質が嫌いなんですね。で、アウトカメラだと見えないんですよ。なんてナルシストだ。こっちは、だって自撮り毎日しますもん。なんてナルシストだ。あれ？自撮り美容師？でもね、女の子は自撮り美容師。自撮り美容師。はい。いや、自撮りしますよ、そりゃ。しますよ。それは。いや、自撮りは別に自撮りって誰のブログかよくわかんないじゃないですか、自分がいないと。別に自撮りすることいい悪いっていう話みたいな。あ、いやだから自撮りをする理由とかがあるわけじゃないですか。それは知ってるけど、うん、だからそれの方が携帯ガラケーの方がいいってことね。し今は使いやすいんですよね。こっちは本当 SNS 専用です、私。アメブロ、多分まだ Twitter、Facebook、その熟練度だよね、うん、多分さ、クリックとかの普通のこの iPhone のインターフェースの優れてる部分をもう分かったら、普通もうプッシュとか押せないよ。正直もう超やりにくいですよ。やりにくいけど、もうグループ分けとか全部こっちでされてるんで、うん、移行がめんどくさくてしょうがないんですよ。そこまでじゃない絶対そこまでじゃないから。いや僕2台ともスマホなんであそっか、もう分かんないんですけど、こだってプッシュだったら両、あ、まあこれだったら片手でいけるけど、多分スマホがまだ女性の手のサイズには大きいっていうのもあるかもしれないですね。両、うん、こうやって歩いてますもんよ。そうですね、両手必要だから、こっちだったらこう
プッシュだからプッシュしかないから、そうね、だから全フリックで使えれば要はこうなるんでしょうけどね、うんうん、でも最大の理由は写真なんだよね、カメラ機能なんだよね、うん、確かにね、カメラ機能がしっかりしても多いからね、まあ、でもそろそろこっちかなとは思いますね、全部、まあ、いずれにしてもだって今後も今年後半とかに新しく出る携帯はすごい割合でガラケーじゃなくてスマホになってるからね、もう3年使ってますもん、新しいリリースは次変わるときはもうスマホをガラ、ねうん、ギリギリまでこれでいたい、そのうちライカのスマホ出るんですよ、んライカのスマホ、ああ、みたいですね、うん、ライカっていう、うん、まあカメラメーカーのスマートフォンでカメラが超すごいみたいな、もうデジタルミラーズって感じになっちゃうんですね、まあでインスタグラム的な多分要素のカメラの機能なんじゃないですかね、ライカっていうのはちょっと、なるほど、なんかすごいな、マジか、割と鮮明なイメージはないんでライカの場合は、うん、雰囲気重視の写真が撮れるみたいな、そんなんだったらキヤノンからスマホ出してほしい、それでなんかさ、ほら、まあいいけどさ、ライカってのもライカのブランディングがあるからみんな欲しいっていう男の子が多いけどね。え、僕キヤノンだったら欲しいんですけど。それは君はね、うん、あの世界的に見るとそうでもないよね。キヤノン、ペンタックス、ニコンだったら欲しいですけど、ライカより絶対そっちの方が好き。なんかいやだから、いやだから世の中的には一般人はライカの方に憧れてほら、カメラ好きな人とか多いからさ。あの、まあね、ブランディング的にね。そうそう、昔の時計みたいなね、うん、感じで。伊藤君が翔子じゃないらしいですよ。ナマコ。ナマコです。イッコです。あ、イッコ。ちなみに。もう。もう。だね、そういうのが面白いですよね。さしかもさ、あのさ、あの、猛烈にさ、抗議しないところがいいよね。ちなみにってさ、ちなみにだけど、これ抗議すべきとこじゃん、普通。イッコですよ、みたいなさ。いやいや、ちなみにインコです。いやよかったよかった。その時やっぱ絡まなくてよかった。よかったね。これ絡んだら絡んだらまためんどくさくなる。俺は証拠だと思いますけどね。生まれる子と書いて証拠だなと思ったんですけど。で、シャレでナマコって書いてやろうかなと思ったんですよ。ちなみにインコですって書いてある。間違えてないです。一番面白かったですね。これ今日一番。なんか伊藤で終わるのも嫌だな。そうですね。今日もちょっとやっぱ本当はコンテンツがもうちょっとあったんですよね。もろもろ撮影のことだったりとか、確かにフォトがどうのっていう話だったんですけど、全然いけちゃったね。え、次回の美容師名鑑、裏美容師名鑑はもう決まってるんですか。決まってるわけないじゃん。そういえば、そういえば決まってないね。いや、もう最後まで決まらなかったな、キムさんのその今日できなかったコーナーを。そうね、裏で。そうね。写真の話ですかね、うん。面白いと思う。写真は最近結構撮ってますよ。さっきもちょっといろいろ見せてもらったんですけど、可愛いですね、やっぱり。やっぱ写真は変態じゃなきゃダメですね。もう常識で物事考えちゃいけないんだなって思いました。変態の画角というものがやっぱり、まあ、そこも多分あるんだと思いますよ。うんうん、ということで、はい、締めますか。11時も過ぎちゃいました、ね、はい、意外と。ということで、第45回美容師名鑑 TV いかがでしたでしょうか。次回の、ね、美容師名鑑 TV はもっとたくさんの人数でお届けできると思うので、マスターが来週は必ず出ます。あ、よかった。お楽しみにしていてください。すいません、つまんない話聞かせちゃって。またまた。ありがとうございました。バイバイ。ちょっとウェブっぽくね、テヘベロとか普通に言っちゃうから。また。